ボブ・ウェルチはフリートウッド・マックの元メンバーである。1970年代後半にソロで成功を収めている。シングルにはホット・ラブ、コールド・ワールド、エボニー・アイズ、プレシャス・ラブ、悲しい女などがある。ウェルチはショービジネスの過程に生まれた。父のロバート・ウェルチはパラマウント映画で1940年代から1950年代に かけてで多くのヒット映画を手掛けたプロデューサーであった。母のテンプルトーンは、シカゴのオーソンウェルズ・マーキュリー・シアターで、歌手、女優として活動していた。少年の頃、ウェルチはクラリネットを学び、ティーンエイジャーの頃にはギターへと学ぶ楽器が変わっていた。彼は、ジャズ、リズムブルース、ロックへの興味を膨らませた。1964年、 ロサンゼルスを中心に活動するソウルバンドザ・セブン・ソウルズにギタリストとして参加する。バンドはそこそこの成功を収めるが1969年に解散する。その後パリへ渡ったウェルチはボビー・ハント、ヘンリー・ムーアラとヘッドウエストというトリオを結成する。1971年フリートウッド・マックはピーター・グリーンとジェレミー・スペンサーの相次ぐ脱退を受け、 新しいメンバーを探していた。ウェルチのカリフォルニア時代の友人で、フリートウッドマックのマネージメントを手伝っていた、ジュディ・ウォンは、パリからウェルチを呼んだ。アメリカ進出を考えていたフリートウッドマックには、アメリカ人であるウェルチの参加は好都合でもあり、ウェルチの曲や演奏をほとんど聴くこともなく、ダニーカーワンのサイドギタリストという形で加入を決める。アルバム、キルンハウスでは、 ゲストプレイヤーであったクリスティン・マクビーも加え、アルバム、フューチャー・ゲームをリリースする。ウェルチは、クリスティン・マクビーと共に、それまで、ブルースバンドであったフリートウッド・マックのサウンドを、ポップでメロディアスな方向に変化させていき、その後、枯れ木、ペンギン、神秘の扉、クリスタルの謎等、合計5枚のアルバムに参加している。1974年12月、 ウェルチはバンドを脱退する。ウェルチ在籍時代のフリートウッドマックのアルバムはそれなりに売れており、アメリカレコード協会によればトータルすると枯れ木はプラチナムアルバムフューチャーゲームと神秘の扉はゴールドアルバムになる。神秘の扉からシングルカットされたヒップノタイズドはヒットチャートに入りポインターシスターズなどがカバーしている。ミックフリートウッドはウェルチを脱退後も フリートウッドマックファミリーの一員として扱っていたが、フリートウッドマックが1998年にロックの殿堂入りした時はメンバーとして扱われなかった。1975年、ウェルチは元ジェスロタルのグレン・コーニックと、元ナッツのトム・ムーニーとのスリーピースバンド、パリスを結成し、キャピトルレコードからアルバム、パリスデビュー、をリリース。ドラムをハントセールスに変えアルバム、 パリスセカンドビッグタウン2061をリリースした。この後、歌唱、パリスさんの制作にかかるが、セールスが顔面麻痺をやみ、さらに、コーニックが音楽業界から身を引き、食品会社のマネージャーになったため、ウェルチは、ほとんど一人で、パリスさんの制作を進めることになる。1977年9月、ウェルチは、パリスさんの予定で制作していたアルバムを、 初のソロ名義のアルバム、フレンチキッスとしてリリースする。ポップでキャッチーな曲で構成された、このアルバムは200万枚売れ、ウェルジに最大の成功をもたらした。ミック・フリートウッドとクリスティン・マクビーが参加した、悲しい女のリメイク、ホット・ラブ、コールド・ワールド、エボニー・アイズの3つのヒットシングルを生んだ。自作、スリー・ハーツは、フレンチキッスの焼き直し的なアルバムとなったが、 売り上げは100万枚を突破し、トップ20ヒットのプレシャスラブが生まれた。その次のシングル、チャーチもチャート入りした。リリース後に日本公演を行っている。続いて、The Other One, m a n Overboard を発表。RCA レコードに移籍し、イマジナリーフール、アイコンタクトと良質のアルバムをリリースしていくが、 全2作に比べセールス的には落ち込んでいく。この時期はハリウッド・ハービーという音楽番組のホストを務めるなど TV タレントとしても活動している。その後、ヘロイン中毒で入院し、麻薬所持で逮捕された後しばらくウェルチは表だった音楽活動から遠ざかる。1987年にロサンゼルスからアリゾナ州フェニックスに移り、 サウンドトラック制作など、再び音楽活動を始めたウェルチは、アベニュー M を結成し数回のライブを行う。1999年、少年時代に影響を受けたというジャズをベースに、打ち込みを多用した、ボブ・ウェルチ・ルックス・アット・バップという、個人趣味的なアルバムをリリース。その後、フリートウッド・マック、パリス、ソロ時代の曲を、ほとんど、 ウェルチ一人でレコーディングし直したヒズ・フリートウッド・マック・イヤーズビヨンドとヒズ・フリートウッド・マック・イヤーズビヨンドボリューム2をリリースしている。2012年6月7日、ナッシュビルの自宅で銃で自殺しているところを妻に発見された。66歳ボーツ。ハット後にグレン・コーニックと結婚し、パリスの結成にも関係する。フレンチキスがほとんど ウェルチの演奏で撮られているのはこのためである。ベスト版用に一曲だけレコーディングしている。フォーマーフリートウッドマックメンバー、ボブ・ウェルチファウンドデッドユザタデイ2012年6月8日、閲覧。ありがとうございます。